おはようございます。なんかいい天気らしいよ。2時半。いや、今日ガールズをね、畑に打ちに行こうと思ったんですけど、まあ、この時間なんで。で、なんかね、志保さん行ってるみたいでね。でもまあ、全部中間っぽいみたいな。で、ゴージャグの時はね、4日目まで。だから、今日明日、明後日まで可能性あるかな、みたいなね。で、今日行こうと思ったんだけど、微妙っぽいっすね。黒いやつあるけど、全然、すごいね、小学生。これに合わせてるぞ感。この青の方に合わせたんだぞ感を出せば、まあ、大丈夫か。青の方かもね。ほら、いい天気だ。気持ちいいね。日光浴大切。鬱になっちゃうから。家いると太陽浴びないと。マジで。なんか外ジャグラーとかよくない？そしたらずっとさ、店の中で打ってたらやっぱ体調悪くなるじゃん。だから外ジャグラー、テラス席とかやってる店ないよね。見つけちゃったじゃん、新しいやつ。テラススロット外よいしょ。なんか何ですかこれ。俺頼んだっけ。アマゾネスから。ブラックテンガだ。来ちゃった。スーサイズアップで実現したスーパーバキュームくっきりと刺激する超ハード設計。ああ、ハード系ね。俺ハード系タイプじゃないんだよな。まあ、飾っとくか。飾っときます。ここに、ね。ギフトをお楽しみください。おすすめの女優さんは、川北、さやかちゃんと、桜空、ももちゃんです。ということで、俺結構なんか、相当タイプとかじゃないと、その人が出てるだけで見るとかないから、大体ね、女優で選ぶっていうよりは、演出とか、そういう状況とか、まあ、演技力だよね。だから監督の方がやっぱり監督で選んだ方が。ちょっと栄養を取らないとやばい。ああ、もう久しぶりに買ったわ、コンビニ弁当。しかも150円引き、賞味期限廃棄寸前のやつですね。廃棄寸前ってマジでやばい、やばいからね。俺食いまくってたけど。昔、コンビニの夜勤で働いてた時、廃棄弁当とか食いまくってたけどね。めちゃくちゃまずいから。できるか、それに気づいてできる限り、もう奥からこう、品出しこうしていくから、できるだけ買うときも奥から取って。やっぱ全然違う、全く違う。はい、ちゃんと。これ。これ開けやすいよ。うわぁ。これ全部入れちゃう。さて、いただきます。食べちゃいけない味がする。
うん、ご飯はうまい。やば、タレ、このタレが薬品の味がすごいんだけど、すごい、逆にすごい、うまっ、うまっ、うん、大丈夫。そういった歯医者と20日の実践費用、まあ、含めた3万ぐらい下ろしとくか。今現金ねえから。ベーコン、卵、長ネギ、納豆、肉、油。あ、あと成城石井でベーコンと納豆。あの納豆、あ、あったこれね。長ネギはいいか、明日買うか。ここめっちゃウイスキーいっぱいあるんだよ。ジャパニーズもありだな。なんかライムジャグラーっぽいやつがいいんだよな。ライムジャグラーってなんか日本っぽくない？なんか赤いやつ。よし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 。あ、うるおった。鈴を止めないと。と、このベーコンがマジで美味しいです。300円の高級卵。嫁温泉。豚切り落とし。これ、見つけました。これをね、探してたんだよ。米油。油ってすごい、ちゃんとしなきゃいけないらしいの。これが一番いいらしいよ。米油。これが一番いいらしい。うん、で、これ。ばあばあばあ。で、こちら、新玉。うん。新玉ネギとツナ缶のサラダを作ろうと思う。ツナ缶はね、ちょっと賭けですね。この前買って、一缶残ってるのを、のにかけてきたんだけど、帰ってきたんですけど、あ、やばい。あー、ムカつくわ。あ、あ、し、勝った。あった、勝った。気持ちいいねー。あ、天が落ちちゃって。天が。一日一ギャンブルしたいじゃん。でも別に金なんてかけなくていい。こんな勝負でいいんだよ。うん。勝った。脳汁。よし。で、買ってきました。ちょっとずーっと気になってた。こちら。グレンモーレンジの、ザ・ラッサンタ。サンタ12です。ラッサ、あの、グレンモーレンジっていう、あの、オレンジ色のね、ウイスキーがあるんだけど、それがめっちゃうまくて、まあ、安くてうまいみたいな。じゃあ、その上、なんかこう、上位互換とか結構いろいろあるんですけど、それを試したくて、これ上位互換、8000円。で、グレンモーレンジは多分、3、4000円ぐらいだと思うけど、その上位互換のやつ買ってみました。開けてみましょうか。ちょうど赤いやつでね。お。ゴー！お！高級感がすごい。こちら。
あ、ちゃんと書いてる。グレンボーオレンジ、ラサンタ、12年。シェリーダルでの追加熟成によるリッチなスパイス香と、照りつける太陽を思わせるレーズ。うわー、いいなー。ちょっと一旦エネルギー補給させてください。よいしょ。うまい、すごくうまいよね、オラミシンって。昨日の動画の最後で言おうと思ってたことを思い出したわ。ピザ、このピザって何っていう、俺がよく食ってる、動画で食ってる近くのパン屋さんのシーズマンベーカーっていうパン屋さん、日曜限定でピザやってるんですけど、それのピザ食ったら絶対勝てるっていうね、最強のオカルトを持ってるんだけど、2週間前ぐらいに俺食中毒食らって、でも腹痛すぎてピザ食えなくて、でその週は負けて、でやっぱピザじゃんって思って、2日前かピザ食って、で昨日実践行ったんですけど、3000枚、6万勝ち。やっぱピザだねって。本当に食ってみた。勝てるとか以前に普通にもううますぎる。俺はあのピザ食ってから、チェーン店のピザ1個も食えなくなった。1個も食ってない。そして、ちゃんと。うん、うん。ちょっとやらして。よし、切ってみよう。切ってみよう。最後に、その前に。最近切れ味落ちてる。はい、切れ。はい、切れですね。これ半分に一旦切って。こっからむずいんですよね。ラスト。なんだろう。ほぼ全部。砂糖小さじ1/2。あ、こんぐらい。砂糖が小さじ1/4。まあ、こんぐらい。塩、あ、じゃない、塩か。砂糖と塩ってなんか分かんなくなるよね。基本、白い粉だから。同じに、全部同じ白い。で、酢が大さじ1。味の素5振り。醤油大さじ1。こんな入れる？でもこれで完成だから、これも混ぜちゃえば完成。これめっちゃうまいよ。これちょっと食べてみます。ちょっと価格いただきます。半端ない。うますぎる、これ。うますぎる、マジで。これだったら玉ねぎ半分ぐらい余裕でいけるからね。やっとね、セルを倒しました。ご飯が、まさかのご飯が、悟空を超えたよね。あとアマプラで、7日間で、配信停止なんで、それまでに魔人ブーを、倒せるかどうか、俺との戦い。さあ行こう。久しぶりに買いましたよ。はい、行きましょう。グレンボーオレンジラサンタ。味のね、どんな味かっていうのは軽く見たんですけど、
うわお。こちら。いきます。まあ、本当はロックじゃない方がいいけど、まあ、もういいや。ロックで。まずはロックで。匂いが。うわぁ。なんだろう。ちょっとすごい、フルーツ感。フルーツ感が。あー。ケーキ。ケーキだ。あー、でも。あー、いただきます。うん。ああ、オッケー、ハイボール。すぐハイボールした結局。結局ね。結局ハイボールにした時にどう出るかですからね。グレンモレンジ、ラサンタ12年ハイボールいってきます。なかなか、初めてかもしれない。まあでもなんだろう、照りつける太陽を思わせるようななんか、レーズンのような甘さ。あと、なんか夕焼けを、例えると夕焼けをちょっとボトルに閉じ込めたような。そういう温かみがあるかな。ゆったりした感じ、なんかゆったりした味。あのね、まあ、アルコール感はやっぱりこのぐらいの熟成されるとないんですよ。ゆったりしてる、なんかゆったり。ゆっくり。あるよ。4本もある。4本。行こう。ちょっと肉系で合うのかっていうね。今までちょっとこのナッツ系はもう確実だったんですけど。いただきます。お疲れ様です。本当に。いやいやいや。あんまり2杯目にビールいかないんですけど。バーバーバー。うまい。うまい。うまい。いやー。働かないぞ。おはようございます。結構早く起きれたね。1時半。ということで、玉ねぎがあるんでね、カレー作りたい。最終目的、今日の最終目的はカレーなんだけども、クリームシチュー、クリームシチュー、これ賞味期限は
ルー、ルーとかに賞味期限ってある。一旦、なんかやばい、朝起きたら、手にめっちゃ力が入らなくて、やばくね。ギランバレー疑惑状態ですね、今。本当に。もう今、治ってる。ただ普通にこう、寝相が悪くて、血が止まってただけだと思う。入道雲が そうだな。パン買う。パン屋やってっかな。いい天気。やってるか。ハーブソーセージ。今日行ってないですけど、この前ピザ食べた後次の日行って6万かけた。マジっすか。伝説続いてます。これがうまいんだよね、ハーブソーセージ。電気つけなくていい。暗いな。暗すぎる。さすがに電気はちゃんとしっかりオーブンでやってくださいね、皆さんも。よし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 。明日歯医者だ。怖いなぁ。でもまああと2回なんでね、多くて2回。上の歯に謎に別にな、1回も染みたことない上の歯2つがなんか怪しいみたいに言われて、明日まあどっちをやるか分かんないけど。でもね、なんか言われたら言われたで、あ、なんかちょっとズキズキはしないけど、なんか違和感ある、なんかモワモワするなみたいな。意識すればなんかちょっと違和感あるなぐらいなんだけど、バックレル行く意味なんかない気がする。でもなんか中で進行してるみたいなのを調べたらあるみたいで、別に染みたりとか全くしないけど、なんかすごい隙間、小さい隙間から入っ、バイ菌入って中でこう進行しちゃうみたいな。でそういう場合はもう別に刺激が、すごい隙間が狭くて、食事とか甘いもの食べてもその隙間から刺激が入らないから、食べてる時に染みたりとかしないらしいの。でもそういうのってどうやってレントゲンとか撮るのかな。穴開けたはいいけど、あ、虫歯じゃなかったですみたいな。一番なんか嫌じゃない。そんなのは、そんなことになりたくない。はい、いただきます。うまっ。うめえ。なんか適当にここね、ちょっとだけチンし、まあこんぐらいかな。ほんと少ないか。でもこれ1個でいけるかな。まあいいか。もうこれはやばいね。どうぞどうぞ。
まあ大盛り、大盛り、大盛り、大盛り2杯。固まっちゃってる。これまで。うん、適当。これに違って350g。塩はね、本当に多めに入れてください。ハティミトゥーに、はい、これちぎり落としていきます。これちぎり落としていく、これちぎり落としていく。で、追いニンニク、追いニンニク、どうかな、どうかな、イエース、なかなか味が出ないね。使う？そんななんか。え、色がやばいんだけど大丈夫か？ちょ、これで味を整えていこう。はい。肉肉カレー。肉肉ブチブチ肉ブチカレー。いただきます。スパイスカレーと家カレーのハイブリッド。いただきます。うん、味がないね。うん、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 オッケー、いける、いける、オッケー、オッケー、こちら。シエス。うまい。うまい。やっぱうまいよ。カレーね。うん、うまい。あー、なんかゆっくり、ゆっくりな。